じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、7月31日といえば何の日でしょう。俺の誕生日10月ですよね。そうだな。何回あるんですかねいや何回があればいいなっていうふうに最近思うわけよ祝ってもそうそうそう。いや誕生と、はい、まあ例えばプロに入ってプロ野球の誕生の日とかさまあ、いくつもあってもいいかなって思う。最近思うんだよ。欲張りになってきましたね。いやそうそうそう、誕生日嫌じゃない。なんかただ一つ年取るだけで、そのキャリアを積み上げるっていうのは嬉しいことじゃない。まあそうですね。だから誕生日はいくつあってもいいかなって思うようになってきた。なってきた、うん、ちょっと変わってんだよね考えがちょっと考えがそうそうそう。7月31日は、はい、プロ野球にとってトレードの期限の日ですよ。うん、そうだね。あっという間に7月31日、今年もやってきます。まあ、交流戦中にあると思うよ、うん、どっかが。これってやっぱ交流戦ってセパともにリーグまたいで見られるから話しやすいしね。あ、うん、試合前とか。なるほど。ということで今日はズバリ、はい、7月31日までに動きそうな球団、そしてもし言えるのであればこの選手欲しいよねとか、ちょっとそこまで見ていきたいと思います。そりゃ難しいぞお前いやでも今本当に困ってる球団ってやっぱあるじゃないですか。まあその簡単に言えばよ、はい、西武の一番バッターだよね。だから一番を打てるようなバッターが取れれば、はい、それはやっぱりもうそれに越したことはないけど、うん、じゃあ代わりに誰出すって、だいたい野手でしょ、うん、一番打つって言ったら。じゃあピッチャー要求されるよね。ああ西武のピッチャーをそうですね、要求されますね。いやだからそのピッチャー出せる余裕があるのかとかさ、うん、例えば西武であればその1番バッターが欲しいとなると、じゃあどこの球団に欲しそうな1番バッターっていますか、西武が。まあ、ジャイアンツの松原。ああ、松原が1番打てると思う。そうですね、うん、足も走塁もうまいしね、はい。でそうなってくるとやっぱ中継ぎまだ強化したいと思うんだよね、はい。まあ、菊池なんか最高のピッチングというかさ、うん、中継ぎで結果を出してくれて先発に回したい、うん、また一人中継ぎを作らなきゃいけないってなると、はい。まあ、西武は非常にピッチャーはいいからね。そうですね。だから誰か、まあ、高橋光成ぐらいくれんかなみたいな。くれ絶対くれないよね絶対無理絶対無理だよね。はい。いやだから誰かを欲しいよね、うん、中継ぎができるピッチャーで。でもあそこら辺あの経験者がたくさんいるから、はい。まあ、その中で松原出すから誰かくれって言ったら成立しそうだけどね、うんうん、そうですよね、うん。松原選手はやっぱりね、あのなかなかそのレギュラーに定着できないっていうもどかしさもあるでしょう。でもポテンシャル持ってる選手なので、秋広が育って外野をやってる以上は、はい、やっぱりなかなか丸とか梶谷とか、うん、まあ、ブリンソンもその中の一人だけども、まあ、若林も戻ってきたし、はい。まあ、そうなってくると若林でもいいか。でもワンチャンありますね、足も長いし、あるよ、はい。で両方出るしな、はい。だからこの2名、だからそういう意味ではなくはない話だよね。持ってってもいいと思うよね、西武は、うん。そうするとこの2選手っていうのは1番バッターで活躍、西武でできそう可能性はある、うん、と思う。おやっぱ西武、そうですね。あと他球団困ってそう、欲しいなって思ってる球団、急募してる球団ってありますか。まあ、阪神は別に困ってないと思う、うん、そうですね。逆に余ってる、余りすぎだからそうですね。いやそのぐらいやっぱスカウトのそのね、持ってくる力っていうかさ、はい、すごいし、うん、まあ、育成の力っていうのもすごいよね。そうですよね。なんかでもちょっと記事で見かけたのがありそうかなっていうのがさ、例えば阪神だと馬場投手もいるよっていう風な記事も出てたんですけど、ね。いやその欲しいって言われて、うん、じゃあ誰がいるかっていうと誰いるよ、どこで誰がいるよ。そうですね、逆に求められる、もう金銭でいいよ金銭でそうか。あと阪神で豊かな、例えばこの選手ポテンシャルあるけどなかなかレギュラーで今年使われてないよねとか、まあ、糸原、うーん、はい。やっぱこう糸原がそうだな、どこに行くっていうこともないもんな。内野手、まあ、内野手は、はい、欲しいところ、あのね、二遊間ができる選手はもうほとんどトレード出さない。貴重ですもんね。うん、貴重。そうか。だからサードか、まあまあ言えば、まあ、ショートやれっていうのは難しいかもな。
まあ、セカンド、うんうん、ファーストぐらいできるような選手だとトレードとかね、はい、まあ、そういうのもあるけどもね、うん、なかなかさあ難しいよ。その楽天も、いるんだけどね、選手は。そうですね、いるんですけどね、うん、っていうところ で、ソフトバンクもいるでしょう。例えばソフトバンクで笠谷投手、サウスポー、新天地、まあそうだな、まあ、大竹選手が、まあ、阪神に行って、まあ、成功したっていうこの事例があるとどうですか。出しにくいそうか、そりゃそうだよ。2人で外で20勝しましたって言ったら、はい、お前ら何やってんだっていうことになるじゃない、ね、それ出しにくいよ。確かにそうですね。でね、同じリーグで出しにくいよね、糸原なんか。やっぱね、広島なんかは三塁手が欲しいと思うんだよ。あ、林を使っててもこうやっぱ守備でね、うん、これからも使うのかわからないけども必ず守備固めがいる、うん、まあ、そうなったら糸原とか、はい、でも同じリーグでお母さんは絶対出さないと思うんだよ。岡田さんの性格からして、性格からしたら絶対出さない。出さない、それはもう内情が分かってしまうし、はい、だから絶対出さないよね、うん、だからまあそういう考えてくると、はい、そんなには動きはないけど、はい、いくつかは成立しそうな気はするけどね。そうですよね。特に動いてくる球団というのはもうまさにその交流戦明けから、まあ、後半戦で A クラス、そして優勝を狙っていきたい、そこに補強したいピースをっていうチームだとは思うんですけれども、だからまあヤクルトが、はい、ヤクルトもチームカラー的にはトレードあんまりしないよね、積極的に。しないですよね、ここ最近は、うん、まあ、やっぱりこう中継ぎが欲しいよね、うんうんうん、そうなってくると優秀なキャッチャーを持ってるんだよあそこ、はい、みんな優秀だからキャッチャーを一人挙げるという、おお、キャッチャー出す代わりに。ということは、まあ、キャッチャーが欲しい球団っていうと、まあ、パ・リーグで、まあ、オリックスが可能性があるんだよ、まあ、今、若月選手、やっぱ森が DH に入ったりだとか、若月、この大体2枚ぐらいでやってるんだよね、はい、まあ、そうなってくると、もう1人欲しい、うん、優秀なの、うん、そうなってくると、ヤクルトは中継ぎが欲しい。ピッチャーいますもんね、めちゃくちゃいるのだこれあげるから山下俊平とお願いします。絶対無理だ。絶対無理じゃあ山本でいいです。もうありえない、絶対無理だな、うん、でもあそこはね多分ね中継ぎはいる、うん、ああだから持ってくる可能性がある。ヤクルトオリックスって何かもしかしたらあるかもしれない。まあキャッチャーは売れるよ。そうですね、それはヤクルトのキャッチャーって4番手5番手ぐらいまで優秀だから、本当に優秀だからあそこのキャッチャーは、うん、はい、うん、だからすぐ使える。そうですね、うん、すぐもう一軍で、もうあのメロンなんかもうカチカチなやつがいるじゃんそうじゃなくてもう売れ時だから。そうですよね、切ったらもう汁がゆうてるから、これはもう半分で食べちゃうっていうね。あ、そうそうそう、そっか、うん、だからチャンスはあるんじゃないかと思う。そうですね、まあ、ヤクルトはね本当に今中継ぎ多分欲しいっていうのはありますからね。でソフトバンクはね意外とねピッチャーっていうのはちょっと苦しんでるんだよね、うんうん、まあ、そんなに豊富には残ってない。だからもう商売にはならんだろうね、ソフトバンク、うん、そうか、オリックスだから。オリックス、あとロッテとかどうですか。今年ももちろん優勝狙える位置にいますけれども、補強したいっていうポイントって今はあまりなさそうですか。今はないな、だって余ってる状態なの。あ、まあそうか、だって怪我人が治ってきたら余っちゃうわ。そうですよね、今藤原いないわ、高部いないわ、はい、荻野いないわ、はい、それであれだけ戦えてるんだから。そう、十分ですよね。十分だろだから逆に言えば、うん、ああでも出さないな。誰ですか。いや出さない出さない出せない大丈夫、誰のかな、出さない出さない、いやいや高部とか。あ、出さないですね。出さない、出さない、だから言って大木のも出さない。絶対出さない。出さないですよ。藤原出すか。あ、もう出さない。出さないよ、うん。出さないよ。そう、出さないですね。出さない。出さないな、そうか。セ・リーグは、やっぱり巨人はピッチャーが欲しい。やっぱまだピッチャー欲しいと思うよ。うん、そうですね。まあ、若手の野手、はい、門脇、うん、まあ、中山、秋広、うん、まあ、こういうのが内野手2人、外野手1人、うん、まあ、秋広内野手もできて、まあ、育ってきてるじゃない。はい、だから、まあ、野手はある程度の目星はつけてると思う。いろいろね、でいろんな配置も考えていろいろやってて、やっぱピッチャーだよ。苦しいですね、うん、やっぱ何人いてもいいからピッチャーは、うん、
はい、そういった意味では松原とか出るチャンスがないんだったら、うん、やっぱ他で、まあ、西武とか一番とか、はい、うってつけやと思うけどな。そうですね、西武巨人で、あ、なんか本当今聞いてたら現実に、だから松原と若林つけるから、はい、あ、ね、あピッチャー一人平くれてくれないくれないから絶対渡さないそうだよな、だから、まあ、中継ぎ2枚と交換してくれと、うん、あ、2-2のトレードだったりとか、巨人西武ラインっていうのもあるんですか、パイプって。いやいや、パイプなんて作ろうと思ったらいくらでも作れる。あるんですね。あるある。あ、だからまあそういうのとかね。そうか、中日もないですよね、もう、まあ、今もう育ててるっていう、そうだな、ことだと、うん、ないな、なさそうですかね。ただキャッチャー欲しいな、あ、もう一人、もう一人、うん、木下も頑張ってるけどさ、やっぱ疲れた時に木下の代わりはいないからさ、だから木下の代わりができるっていうのがパ・リーグで言えば、はい、やっぱロッテのとか、はい、ロッテのキャッチャー、あ、そうかそうかとかかなですかね、まあ、キャッチャーはそうですね、ドイツリーグからは難しいので、ね、難しい、欲しいとすれば中日はキャッチャーがもう一枚いてくれると安心感があるんじゃないですか。そうですよね、うん、あとやっぱこのどうしてもトレードの時期に名前が上がってくるのが我らが小林選手なんですけれども、だね、小林が巨人の毎年小林がいたね、毎年でもね巨人にステイしているのでないですよね、今年小林ダイソーに使わっちゃってるからね箸遅いの、ね、いや小林はでもね、もう骨を薄める気なんですかね、もう骨抜きになってるじゃない巨人で、いやーでもまあ全然使えるからな、でも小林は出せないよ、うん、やっぱ大城の後もう小林だもん。そうですね、若手を使うけどまあもう足元には及ばない、まあ、山瀬選手だったりとか、小林の、うん、その小林いてくれるとやっぱ安定剤になる。そうですね、ただ本人は、まあ、大城はね、はい、すごく成長してるし、うん、あれだけどやっぱ大城に何かあった時っていうのは必ず小林だからさ、うん、そうです、だからそれは置いとかないと。そうですね、それはありえない、ありえない、うん、よかったでしょ、はい、よかった安心しました。そう、ね、はい、さあ、ね、7月31日、そうだな、まあ、豊さんの速報が忙しくなる時期ですよ、こっから。だからその難しいよな、うん、だから今年そんなに動きそうもないような気もするしね、うん、まだここまで1組2組ぐらいなので、うん、まだ動き活発じゃないのかなっていう気がするんですけど。そうだね、ただ間近になってくるといきなり入ってきますからね。あれどういう気持ちなのかね、選手、この前さ、はい、広岡と鈴木が、はい、マッチアップしたんだよ。どんな気持ちなのかなみたいな。そうですよね、意識はするだろうなと思ってさ、プラス広岡選手はね、その前はヤクルトにいたので、やっぱなんかもうだんだん慣れてくるんですかね。名義もできてるよ。そうそう、早く溶け込んだもん勝ちみたいな。まあ、そうだ、そうだ、広岡選手もね、オリックス あのユニフォーム似合ってたし、はい、サードで似合うな、妙にな、はい、どこのユニフォーム似合うのかもしれないですけど、そう、はい、あの速報おじさんの時期になってきました、はい、頑張ってください。はい、はい。